どうもこんにちは。今回はですね、Android ユーザーでかつゲームなんかを一生懸命やられている方向けの情報となります。で、内容はですね、ゲームをやってると、こう例えば攻撃ボタンとかを一生懸命押してて、上部のステータスバーをこうピーッと引っ張ってしまってですね、途中でゲームが中断するといったことを経験されている方いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、そのステータスバーを引っ張っても降りてこないように、まあそんな設定ができたらなと思って今回動画を回しております。もしよかったらぜひ見ていってください。そしたら実際にその症状を見ていきたいと思うんですけども、今回は PUBG というゲームをちょっと起動して確認したいと思います。で、実際にこんな感じで、ゲームが起動してるんですけれども、こう上からこうステータスバーをこんな感じで引っ張ってこれちゃうと、でこれが邪魔になってゲームオーバーになっちゃうっていうことが、よくあるんですけれども、まあ、こちらの方をちょっと回避していきたいと思います。そしたらですね、 Android の設定画面を出してやります。まずステータスバーを引っ張って歯車のボタンを押します。そしてそこから生体認証とセキュリティを押します。で、その他のセキュリティ設定を押します。で、そこを見るとですね、アプリ固定モードというのがあるのでオンにします。これだけで設定が完了です。そしたら PUBG を実際に起動してみましょう。で、こうやって起動してやってですね、履歴ボタンを押しますね。そうするとこんな感じになるんで、 PUBG のあのマークのところ長押ししてやると、このアプリを固定っていうのがあるんでそこを押してやります。これでアプリが固定されてですね、実際にこれ今上から引っ張ってるんですけど、全然ステータスバーが落ちてこなくなりました。いやー、素晴らしいですね。これでバシバシと敵を倒していってください。ということで、 Android なゲームをやられる方への素敵な情報でした。それではまた。